しんごです。しんげんくんです。今日声が枯れているみるみるです。ちょっと喋れませんけど、はい、映るんで。カメラマンはクニーです。本日はですね、なんと海なし県山梨県にある無人島にやってまいりましたね。無人島がある場所はなんと河口湖です。ご覧ください。いやー、遥か奥の方にあります。手漕ぎで行こうと思ったんですが、ちょっと行けないことはないらしいんですけど、すごい時間かかるということで、割とね、河口湖ボート事故多いんで危ないんで、ちょっとモーターボートの方でね、お借りして行きたいと思います。まあスワンちゃんと行ってもいいんですけど、すごいまたほら今もう海だよ海で、この宇野昌磨神社なんですけど、無人島です。1554年ぐらいから、あるそうで、島の弁天様が祀られているということで、所有者はしっかりいて、宇野島神社さんが所有しております。ちゃんと富士川口湖町の役場さんの方と、あと宇野島神社様の方に直接連絡させていただいて、撮影と上陸の許可いただいております。レッツゴー。いいじゃんやるじゃんちゃ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 ん、また見ぬ山梨の宝探しに行くんじゃん。まあ、神社があるって聞いて、そこにお参りをして帰ってきたやつって言ってました。はい、もう結構パワースポットになりうると思うんですけど、船でないといけないってデメリットあるんですね。なおさら行くとご利益なんてないでしょうか。山梨県は富士山まで来たら富士山だけ帰るんじゃなくて、こういう周りにですね、たくさんいろんな観光してるところがあるんで、まあ、7番に来たら宇野島へって言ってるの分かってくれると思うのでたくさん観光しに来てください。それでは本日よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。すごいボート立派なアヒルちゃんも撮ってあげて。あ、アヒルちゃんって言ってくれたスワンだって言ってる。では宇野島に向けて行きたいと思います。中で飲食したりとかできる屋形船。30人ぐらい。川口湖の餌がないです。え、そうなんですか。川口湖で唯一屋形船持ってるの屋形船だけなんです。すげえ。山梨で唯一なんですか。すごいね。でこっちがアウトサイド仕様。そう、バーベキュー船。あ、え、バーベキュー船。川口湖の湖の中でバーベキューあるんですか。すごい、超やりたいんだけど。最高です。今年やりましょう。え、本当ですか、すげえ。無人島に上陸したいと思います。宇野島。めっちゃこっち見てるじゃん、だってめっちゃこっち見てるよ。氷炭型の島なんですよ、これ。ああ、これ氷炭型。じゃあ、早速行ってみましょう。はい、行ってみてください。富士山、見てあれ。なんか最高のロケーションじゃない。前までは定期便があったらしいんだけどね。今こうやってプライベートポートで行くしかないみたいですけど、だからこそ価値があるっていうのはありますよね。あんまり道がない。島流しとかこういうとこ足りたんでしょうかね、武将がね。
ません。神社です。これパワースポットの小銭が、小銭持ってきてる。はい。どこへ行ってもお金ですね。お供え物のお稲荷さんを持ってまいりました。これお供えして、ね、腐っちゃうからもちろん後で回収させてもらいましたけど、皆さん地元にも自分の町の神社とかお寺があると思うんですけど、そういったところに行ってください。なんでかっていうと、もともと土地とかそういったものはその場所場所によって神様が決まってるんですね。なんで自分の住んでるところの神様は自分のところの神様がいるはずなんで、そこに行ってお祈りとかお願い事ではなくて、あなたの土地に入らせてもらいます、住ましてもらいますって言って、神様のものなんで、今日もそうなんですけども、ここの島の所有物所有者はこの神様のものなんで、お邪魔しますと私は思います。そういう形でお祈りするといいみたいですよ。お稲荷さん、ご縁のあるお稲荷さん回収しました、ね、では、 あちらに祠があるそうなんで一緒に行ってみましょうか。行くんじゃねえよまだ。この神社の中にあるものは結構第二種自然保護区域みたいな感じになってて、やたら触らないようにね。結構また急、これ全部手作りなんでしょうね、昔の人もね。近代的なものじゃなくて全部手でさ持ってきてさ、手で掘ってさ、手でやったんだろうね、600年前に。約すごいよね、すごいね、パワーを感じます。エネルギーが湧いてくる。鳥だね、コンドルとかタカとか、タカかな。お花も添えられて、こだわり酒場とレモンサワー、俺と同じもの神様好きなのか。ここからぐるっと、はい、というわけで宇野島いかがだったでしょうか。海なし県なのに無人島があるというね、ちょっと面白い話でしたけども、今中入りましたけど、すごくなんかパワースポットって言われるのよくわかるような、雰囲気だけでもなんかエネルギーを本当に感じます。ここは本当に山梨県の方でもそうじゃなくても、山梨県の一大名所として観光地化されると嬉しいなと思います。また4月、まだわかんないですけど、不定期なんですけど、4月の方になると1日だけ定期船が流れるみたいなので、ぜひその時はお気軽に行けると思いますので、皆さん宇野島に上陸してみてください。というわけで、今回の山梨いかがだったでしょうか。また次回の山梨県でお会いしましょう。今回はありがとうございました。じゃあみんなまたねー。え、何置いてけぼり、ボートがない。ボートがない。当たった当たった。よかった。ここにさ、車があるのすごいよね。このすごい小さな島に車が置いてあるんですけど、これ僕思ったんですけど、ドラゴンボールの可用性、チックとかどうやって使うか分かんないですけど、車がありますね。本当に安田の車。これ今サカンサフジ見えてる。あ、本当サカンサフジ見えてる。安田さんどうぞ。あ、すいません。天気がいいのはちょっと濡れぐらいでいいですね。すごい香りがいいですね。これ鶴市のプリントに乗ってました。最高。泉落ちるときはカメラ持ち投げてな。なんで俺落とすんですか。あの日から時が止まったままのこの部屋に雷が落ちた。脱ぎ散らかしたままのジーンズを思い切り洗ってやったのさ。涙の滴はもう枯れてしまったから、膝を抱え石から
車